皆さんこんにちは。 BT オプション顧客サポート部のナンシーです。今回はですね、BT オプションでお客様が登録いただいているメールアドレスに週に一度ほどではあるんですけども、トレード手法をご提供してるんですね。で、結構前回のウェブセミナーの後に実際にそのトレード手法を使って動画を作ってほしいというお客様の声が結構多かったので、今回はその第1段となっているトレード手法を見ながらちょっと説明していこうと思いますので、皆さんぜひ見てください。では早速ですね、バイナリーオプションズトレード手法の1段の方に権利放棄で勝率をアップしよう、活用してアップしようという1番があるんですけども、その2番に難品の考えを応用し、最後に一発逆転というこちらの2番の方をちょっと実際使いたいんですけども、なぜ1番を先にしないかと言いますと、今ちょうど19時51分なんですけども、ちょっと本日は経済指標がちょっとないためにぐんと上がったり下がったりする時間帯ではないので、そちらは避けてこちらの難品をちょっと使った説明をしていこうと思いますので、皆さんぜひ見てください。はい、では私オージードルですね、オージードルの方をちょっと選択し、1分取引ですね、で1分足を選択しています。でこちらちょっと2つぐらい陰線がちょっと続いているので、ローに下がるだろうと予想してローに購入を押します。はい、で実際にこちらローに購入したんですけども、次に用意しときたいのは、こうやってゼロになっている間、払い戻しが全くないという間に、さらに2000円倍の額ですね、購入した、私は基本的に倍の額を購入します。倍の額を購入し、さらにこの2000円購入した、プラス1000円と2000円で3000円ですね、こちらの2000円が今度またゼロになった場合は、3000円のダブルで6000円を購入する準備をします。もちろん皆さんこれ途中で、やっぱ上がるにかけようとかそういったことはしないようにしてくださいね。私ちょっとすみません、ゼロになった時に購入したつもりがちゃんとできてませんでした。はい、で6000円で、これ1000円の方がゼロになりましたね。なのでこちらの1000円で購入したゼロというのは、どこかにこう書いて1000円分は負けているっていうのが分かりやすくするように、私は書くようにしています。はい、でこちら2000円の方はプラスになってますね、プラス1500円ですね。はい、でこちらの6000円というのもプラス4500円になってますね。はい、このまま終了するといいんですけど、これがゼロになる場合はさらに先ほどの1000円とプラスこの6000円で7000円の倍の1万4000円を購入することになります。一応ちょっと念のため入力しておきます。はい、どうなるでしょう、お願いします。はい、いきました。なので1万500円が返ってきたので、全て足すと4500円と1500円の利益なので、5500円ですね。で先ほどの1000円をマイナスしても4500円ということになります。なのでそちら4500円が利益となってますね。はい、なので結構難品この使い方は本当に自分でこの額までは購入する、もう難品するというのを先にもうルールを決めてですね、購入された方がいいです。なのでこちらが難品の取引方法ですね。皆さん分かりましたでしょうか。また何か質問とかございましたら、また下に記入していただければ、また返答させていただきますので、では次の手法お楽しみにしてください。